ヨーロッパタナゴは、コイカのタナ卵赤に属する、淡水魚の一種。ヨーロッパ原産で、フランスのローヌ川流域から、ロシアのネバ川にかけて分布する。1782年に、ドイツの魚類学者マルクス・イーブロッホによって、コイ族のサプライナス・アマラスの学名で元記載され。 ついで科学誌に、シベリアの近縁種アムールタナゴロードオスセラシューズの亜種、RS アマラスとして紹介された。両者は長らく亜種の関係にあるとして扱われてきたが、近年の分類体系見直しによってそれぞれ別種として区別された。以後、本種の学名は、R アマラスとなっている。ヨーロッパに生息するタナゴアカ魚類は本種のみであり、現地では、 ビターリングの名で知られる。しばしば科学的な文献等においても、単にビターリングと表記されるが、これはかつて本種がアムールタナゴの亜種とされていた頃の名残で、専門的には誤りである。ビターリングの故障は、タナゴ赤魚類のどの種に対しても使われるため、これに起因する祖語を生じるケースがあり、留意が必要である。 日本のタナゴアケログナトゥスモラノガスターにおいても同様の問題がある。全長は最大10センチメートルに達する。サレキテイやデイシツテイで植生が反応する浅瀬に見られる。植物植生が強いが、甲殻類や昆虫幼虫などの小動物も食べる。生魚は流れがないか緩やかで正常な水中のデイシツテイで産卵する。メスは 淡水二枚貝の中に卵を産みつけ、オスが貝の受水管の水流中に縫製して、卵は受精する。孵化した死魚は、貝体内に留まって保護され、1ヶ月ほどで稚魚が貝から泳ぎ出る。1年で、全長30から35ミリメートルとなり、オスメスとも生成熟に達する。本種はかつて人間の妊娠検査に利用された。被検女性の尿を、 メスの標本に注射すると妊娠している場合は、尿中のホルモンが産卵管を伸長させる。一般に食用や漁業対象にはならないが、干渉業として商業を流通する場合がある。なお、本種が天然分布しないイギリスでは、無許可で飼育や放流を行うことが法により禁じられている。ロードースセラシューズ、ありがとうございます。